ノース・スミス・フィールドはアメリカ合衆国ロードアイランド州の北部プロビデンス郡の北部に位置する町である。2010年の国勢調査では人口1万1967人であり、州内39市町のうち人口では少ない方から13番目である。1666年に農業社会として入植され、1871年に現在の形で法人化された。 ノース・スミス・フィールドには、ホレスト・テール、プリムローズ、ウォーター・フォード、ブランチ・ビレッジ、ユニオン・ビレッジ、パーク・スクエア、スレーターズ・ビルという昔からのビレッジがある。17世紀のイギリスからの開拓者が、ノース・スミス・フィールドに入植して、農業社会を開発し、イングランドのロンドンにある、スミス・フィールドから、町の名前を付けた。当初の町は、 ロードアイランドのスミスフィールド町の一部だったが、1871年にノーススミスフィールドとして法人化された。最初の開拓は1666年5月14日、マサチューセッツ湾のパンカページのインディアン、ウィリアム・ミニアンが、ジョン・モーリーとエドワード・インマンに、約2000エーカーの土地を譲渡した時に始まった。この二人は購入した土地を、ナサニエル・モーリー、ジョン・スティア、 トマス・ウォー・リングと分け合った。18世紀初期、クエーカー・京都の植民地が現在のススミスフィールドとなっているところで発展し、現在のマサチューセッツ州、アクスブリッジ南部にまで広がっていた。マサチューセッツとの境よりスミスフィールド側、現在のノース・スミスフィールド出身のアメリカ独立、戦争の軍人、ジェームズ・バクストン大尉が、マサチューセッツの民兵隊と、 大陸軍のベテランとして兵役を終わり、州知事のジョン・ハンコックからブースター軍の土地300エーカーを払い下げられた。このためにバクストンはロードアイランド州の独立戦争軍人としては歴史から消えている。バクストンはバレーフォージにいたことが知られている。今日のノース・スミス・フィールドはジョン・ H ・チェフィーのブラックストーン側バレー国定歴史遺産回廊に属している。 ブラックストーンバレーはアメリカ合衆国でも最古の工業化地域である。今日のノーススミスフィールドにある製造業の一つ、ペロコヤーンズは1809年にダニエルデーが設立した毛織物工場であり、当初のデー一家が所有し続けている。珍しいストーンエンダー家屋。ノーススミスフィールドのアイアンマインヒル道路とセールズヒル道路に近く、 ウェスクアドムセットヒルのジョン・モーリー・ジュニア帝あるいはセールズ帝と呼ばれた。20世紀に解体されたスレーターズ・ビルのビレッジは、ほとんどサミュエル・スレーターとその弟のジョン・スレーターが1803年から建設したビレッジである。労働者の家や商業ビルなど、当初のニューイングランド工業庁の姿がよく保存されている。このビレッジは、実際にアメリカでは、 初の計画工業長だった。20世紀への変わり目まで、サミュエルとジョンの一家がこの工場とビレッジを所有していた。ロードアイランド修道146号線 A に沿ってあるユニオンビレッジは、クレート道路沿いの駅場車ルートで重要な停車場として著名だった。また帽子や酒場、学校とユニオン銀行もあり、その銀行からビレッジの名前がついた。 19世紀から20世紀初期、ノーススミスフィールドでは、トロリーや鉄道の線がいくつか走っていたが、現在では一線を除いてすべてなくなっている。プロビデンスウースター鉄道の貨物用支線が、ウーンソケットの本線から伸びてきて、プロビデンスパイクのスレーターズビルで終わっている。現在は、オニールスティール、インク、傘下のスレーターズビルにある会社。 デンマンデイビスと呼ばれる鉄鋼供給者がその線の唯一の利用者である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は24.7平方マイルであり、このうち陸地24.0平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は2.83%である。ノーススミスフィールドは、ニューイングランドのアップランド地域に位置している。 ブランチ川とブラックストーン川が町の初期工場の多くに動力を供給した。セールズヒル道路沿いにあるイスラム教のモスクイ川は2000年の国勢調査による人口統計データである。ペレグ・アーノルド坂場1690年頃建設ペレグ・アーノルド邸だった。ありがとうございます。